ゆいちろです。今回もダビスタ98ウルー版で遊んでいきます。マイナーバージョンアップがあったので 7.16 に上げています。変更点はこの通り。直線コースってのはおそらく新潟線ですかね。あとは番組表に海外レースが追加されています。遠征できるのはまだ先とのことですが、楽しみですね。地方競馬も準備されています。まだ遊べませんと表示されてますね。作者様が鋭意制作されているみたいです。ありがたい。さて育成ですが、17年生まれ世代も入級させます。すっかり忘れてて2週遅れました。名前はユイチロヨーク。適当です。もう一頭は牝馬。牝馬なので立頭へ。名前はネオユイチロ。適当ですいません。ユイチロワルツです。間違えてダート調教しましたが、もうスタミナは埋まってます。この時点でスピード99はすごいですね。ユイチロノクターンは不調なので放牧へ。マイナス26キロはやばい。ユイチロワルツはクロッカスステークスからリスタート。強いライバルはいません。2018年の朝日杯に出てたドゴールぐらいでしょうか。これは楽勝ですね。と思ったら垂れました。これは騎手のミスなので後で強く叱っておきます。さらに共同通信杯、ダノンキングリーがライバル。安田記念を買った G1 ホース。しかしここはグリグリなので勝ちたいところ。またちょっと抜け出しが早いような。いや、作戦は差しなんですが、新人騎手なのでしょうがないですね。ユイチロノクターンを復帰させます。スプリングステークスから北サンブラック、ステルビオ、ロゴタイプとヤバめのメンバーです。まあこのレースは仕方ない。さらに2頭生まれました。ありがとうございます。ついにクラシック戦線開始。サツキ賞です。調子の良いユイチロワルツが出走。北サンブラック、リーマジェスティなど相当なメンバーですね。好騎乗、小林美久さん、ありがとうございます。強烈なレコード。馬の実力を考えれば当然ですね。ユイチロノクターンは NHK マイルへ。シルフィード登場です。グランアレグリアも強いですね。シルフィードは以前も紹介しました。漫画の馬です。鞍上は森川騎手。 BGM はおじさんしかわからないと思いますが、シルフィードです。
遅いような。グランアレグリア強いですね。ダービーはユイチロワルツ、2冠がかかります。ライバルにアルフィーと緑巻き場を、それを差し置いてユイチロワルツが人気。アルフィーは優秀の門から、原作で果たせなかったダービー勝利へ光騎士と挑戦します。ただ入れ込みがどうか。緑巻き場王は緑の巻き場王から、白い珍獣、他もそうそうたるメンバーですね。ちなみに巻き場王の作者であるツノマルさんはダビスタプレイヤーとしてもおなじみ。少年ジャンプに BC パスワードを掲載したこともありました。緑の巻き場王はもちろん、続編の太陽の巻き場王も傑作です。それからアルフィーの母である桜初雪は実在の馬、全兄弟である桜圭山王は菊花賞で4着になっています。アルフィーが悲願のダービー馬となりました。まあこれはこれでよし。ユイチロワルツはまだまだ元気なのでエプソムカップへ。ライバルはルージュバック、オークス2着馬ですね。ここはさすがに楽勝模様です。2歳馬もいよいよデビュー。まずはネオユイチロから。ライバルはオークス馬ユーバーレーベン。メイクデビューは毎回強敵がいます。今回も仕掛けが早め。まあ OK。 ユイチロヨークもデビュー。こちらはレシステンシアがいます。ユイチロノクターンは関谷記念。ライバルは有馬2着のサラキア。新潟にいたまま新潟記念へ。ライバルはゼダプリランテス。ここは勝っておきたい。力強い抜け出し、さすがに勝ち切りました。そのままスプリンターズステークスへ。ライバルはタワーオブロンドン。ファインニードルとピクシーナイトもこのレースの勝ち馬。
ースを制覇です。ここからはユイチロワルツ、菊花賞で2冠を狙います。タイトルホルダー里のダイヤモンド、北サンブラックと超強力なライバル。北サンブラックはちょっと調子悪そうな感じでしょうか。ダビスタらしく伝統で天皇賞秋に向かいます。現実ではありえません。最強クラウド来ました。さらにはソルトレークまで。最強クラウドはダビスタ3で猛威を振るった馬。詳しくは紹介動画を見てください。ソルトレークはダビスタ96最強クラスの馬。こちらも紹介動画があります。基礎能力はソルトレークの方が強いんですが、印は最強クラウドですね。ソルトレークは馬群に沈んでます。2歳のユイチロヨークはだいぶ仕上がってきました。ユイチロワルツは放牧に出します。というわけで今回はここまで。よろしければチャンネル登録をお願いします。それではまた。